エルアヨはソマリアのサナーグ地域の町。プントランドが実効支配しているが、ソマリランドも領有権を主張している。エルアヨは古代から集落があったソマリア北部沿岸の町である。エルアヨとラスコレーの間の沿岸にはカリンハガネの洞窟壁画があり、およそ二千五百年前のものと見られている。古代になってからはイスラーム文化圏の古い機関校として、 周辺国と広く交易を行っていた。しかし、ここ100年ほどの間に、ソマリア北部沿岸の集落は徐々に衰退していった。というのも、近代的な港湾施設が、ベルベラやジブチなどに作られるとともに、当時この辺りを保護領としていたイギリスが、行政中心地を冷涼な内陸部に移していったためである。2008年以降は、かつて、ソマリア南部で活動していた。 アルシャバブが進出してきており、ソマリア北部では、オサソ周辺の山岳地帯とエルアヨを拠点にしているものと見られている。2012年2月、エルアヨの沿岸で沈没した船が、ラスコーレーから7 0トル離れた角角の海岸で発見された。2013年11月、エルアヨ地区を大型サイクロンが襲い、沿岸のボート多数と羊約100頭が被害に遭った。 2016年2月、プントランド海軍がエルアヨを拠点とする武器類の密輸業者を逮捕した。2017年7月の報告によると、ソマリア北部海岸から対岸のイエメンへの違法移民は後を絶えないが、エルアヨには道路沿いに空港やプントランド海事警察隊の基地があるため人気がないとされている。2018年8月、プントランド治安部隊が エルアヨに物資を提供。2019年12月、エルアヨを含む周辺地域が水害にあった。2020年10月、プントランド治安部隊がラスコレー、エルアヨ、カドカドの沿岸を拠点とする武器密輸業者のボートを押収した。2021年1月、ソマリランド政府はエルアヨを含むサナーグ地域で選挙に備えた有権者登録を行おうとしたが、 プントランド政府はそれに対して実力で対抗すると表明した。2021年3月、プントランド海事警察隊は、エルアヨを含むソマリア北部沿岸で取り締まりを行い、イエメン人が違法漁業を行っていたとして、10隻のボートを押収し、乗組員を逮捕した。ありがとうございます。